台風シーズンを前に東京板橋区を流れる荒川で大規模な水難訓練が行われました。訓練は台風の接近により荒川が氾濫し沿岸の住宅街が浸水したという想定です。川で溺れた男性を釣り上げてヘリコプターが救助する一方で町内会のボランティアらが土のうを積んで地下鉄への浸水を食い止めます。消防と地域の住民が連携して被害の拡大を防ぐ実践さながらの訓練が展開されました。東京消防庁は突然の豪雨に備え普段から避難経路の確認をしておくよう呼びかけています。